い、こんにちは、中国、陝西省、にある西安に来ています。西安は城壁で囲まれていて、その城壁の中の町に来ています。城壁の外もそれなりに、大きな町にはなっているんですが、メインはやっぱり城壁の中だと思います。ここ西安は陝西省の省都ということもあり、かなりの賑わいがあります。この陸橋の上から見てみると、この先に、西安の国鉄の駅があります。中国の国鉄や空港などには、大きな漢字でこのようにドカンと、その場所の地名が書いてあります。今回は西安に来ているので、西安の地名が書いてあります。ここ西安は、城壁で囲まれていて、この西安というふうに書いてある文字があるのは駅なんですけども、国鉄駅なんですが、その手前、この真ん中やや上、まあ、この中央部分に見えるのがこれが城壁です。この城壁の先に、駅があって、その手前がこのように、普通の交通が流れています。